の名前は足立満。一人の思いの中にこそ多くの人の心に響くものがあると一人の思いを曲にするソングレターアーティスト。時は7年前、結婚式でソングレターをお願いしたいんですというある新郎新婦よりご依頼をいただくのです。新婦の方は先天性の病気をお持ちの方でした。ロキタンスキー症候群、一般にはほとんど知られていませんが、生まれつき子宮や膣がない病気で、約4500人に1人の割合で発症するとされています。私たちは子供を授かることはできません。でも特別養子縁組や里子などあらゆる方法で新たな家族の形を救いたいと願っています。そのことを結婚式の場で伝え、大切な参列者に応援者になってもらいたいんですと、あまりに重大であまりに繊細な内容なので、二人の口から伝える前に曲の力で一緒に伝えてほしいと言われました。ソングレターは翻訳と常々思っていますが、この時ほど全身全霊で思いの翻訳に挑んだことはなかったかもしれません。こうして生まれた曲がひまわりのように。ひまわりってなんでひまわりというかご存知ですか？実は太陽の動きにつれてその方向を追うように花が回るからひまわりなんだそうです。若いひまわりは太陽を追いかけるように向きを変えますが、成長すると日が昇ってくる東だけを向きます。日が昇るということを希望と捉えるなら、ひまわりは常に希望に向いて気高く咲き誇る花なのです。日が昇る時も日が沈む時も信じた方向から目をそらさない。お二人がそんな風に未来を開いていけるようにと作った曲です。現状を悲観するのではなく、未来の希望を見据えて生きていくという前向きな宣言、それを明るい曲調に乗せて歌わせていただき、その後お二人のスピーチに即興生伴奏での共演をさせていただきました。その日の披露宴は私がかつて体験してきた披露宴の中でも最高に温かい拍手、最高に温かい空間だったと思っています。そしてまた参列者の皆さんの満面の笑みがお二人の未来を明るく照らしているように感じました。ひまわりのように。初めて出会った時が飲み会の席で、ヘベレケに酔っ払い明るく笑う君だけど、時折急に影が差す笑顔、
した時きっと大丈夫。